ナマステ。今日も3分呼吸法を一緒に行っていきましょう。あなたの心と体がみるみる元気になっていきます。それでは始めていきます。まずはじめにお腹に手を置くか、ウエストのあたりに手を置いてお腹の動きを感じ取れるようにしていきます。口から息を吐き、肺やお腹に溜まっている余分な空気、二酸化炭素を出していく。それでは息を吸いましょう。吐いて、お腹からいらないものがスーッと抜けていくような感覚で細く長く繰り返します。柔らかく優しく、初めからたくさん吸おうと頑張らずにゆっくりと続けます。心地の良い呼吸を繰り返しながら、吐き出される息ではいらないものが体から出ているイメージをします。吸う息では気、プラーナ、生命エネルギーで体が満たされていく様子をイメージしましょう。吐き出される息では細胞一つ一つからいらないもの、古くなったもの、体から剥がれ落ちていくようです。吸い込む息では細胞一つ一つに酸素が行き渡っていく、みるみる満たされていく、元気になるあなたです。ゆっくりと繰り返します。呼吸ヨガではプラーナヤーマといって、気を調整すること、プラーナ、気、生命エネルギーをヤアーヤーマ、コントロールすることをしています。あなたの体が呼吸をすることに酸素で満たされ、プラーナで満たされ、どんどん生き生き元気になっていきます。鼻呼吸はあなたの体を若々しく保ち、風邪予防、風邪に負けない体づくり、そしてお肌を美しくし、歯周病や虫歯予防まで、脳のストレス緩和、どんどん疲れを出していくことにつながっていきます。つまりあなたの体を常に元気で若々しく保つ秘訣がこの呼吸にあります。さあ最後ですよ、ゆっくり繰り返して、最後集中して呼吸をしていきます。それでは最後、吐く息が終わった方から両手を膝の上に置き、今の呼吸をもう一度感じてみます。今日も満ち満ちた心身に、また新しく生まれ変わったあなたです。両手胸の中心で合掌にして、ご自分に尊敬と感謝の気持ちを込め、顎を少し引いてお辞儀をしていきます。今日もありがとうございました。ナマステ。今日も3分呼吸法一緒にできましたね。繰り返すことであなたの体が強く、そして元気になっていきます。あなたが持っている本来の可能性が引き出されることになります。若々しくパワフルなあなた、明日もお待ちしております。それではまた、バイバイ。